国内通算50勝の不動百合が45歳以上の女子シニアレジェンズツアーデビューを前に強さを見せた4月1日に開催された美浜インビテーショナルレジェンズ岡本綾子カップ愛知県新南愛知 CC 美浜 C は女子シニアプロ42名が出場強風の中18ホールストロークプレーの激戦を繰り広げた大会名からもわかる通り 米女子ツアー史上初の外国人賞金女王、1987年、で世界ゴルフ殿堂入りも果たしている岡本綾子が会長を務める大会は今年が2回目。ディフェンディングチャンピオンとして参戦した不動は、レギュラーツアーに出てるからあまり打ったらダメかなとか勝手にプレッシャーをかけてました。と言いながら、1アンダー、71でプレー2位の久保みきの、 同スコアながらカウントバックで3位の木沢信子、4位の藤野織江の3人に1打差をつけて連覇を飾った。ツアー通算50勝の A 級シード選手としてレギュラーツアー出場もしている不動は現在48歳。すでにレジェンズツアー出場権を持っているが、これまで出場したことはない。だが、昨年のシーズン途中あたりから口にし始めた、レジェンズデビュー。 お今季第二戦の太陽生命元気長生きカップ4月26から27日千葉県東急 700C で実行に移すことを決断年齢的にいつ怪我をしてダメになるかわからないから動ける今色々やりたいと思ってとそこに至る気持ちを明かしたその言葉を裏付けるように前向きに楽しくゴルフがやれています と笑顔を見せた一方表彰式の優勝スピーチではまさかのエピソードも口にした今年のお正月に親戚の子供から私がアマチュアゴルファーだと思っていたと言われてちょっと複雑な気持ちでした優勝したのでその報告をしたいですと笑わせた最後に優勝したサイバーエージェントレディス2011年からは歳月が流れており 子供の前で優勝の晴れ姿を見せる機会はなかなかなかった。今大会はツアーとは別のイベントだが、レジェンド岡本綾子の名を冠した大会連覇は、レジェンズツアーデビューに花を添えるものになるに違いない。